どうちゃんと約束を果たしたでしょ確かに、オルテ大臣本人の署名ですね約束は守ってくれるわよね約束を保護にするのは、私の心情に反しますから よかった。ですが、本番はこれからです。まだ大臣一人が賛成に回っただけのこと。大事なのは、 ここからどれだけ味方を増やしていけるかですそれは大変そうね何を他人事のようにあなたたち二人にも手伝ってもらいますよえ婚姻関係はなくなっても私に英語を逆らわないという誓いは生きているのですから 当然でしょう,う,う理解したのなら結構ですそちらの旦那様の尻を叩いて働かせるのが今のあなたの仕事です 叩かれる尻って俺私がただで妻を手放すとでも思っていたのですか二人とも馬車馬のようにこき使いますからそのつもりで噂通り人使いが荒いんだな褒め言葉と受け取っておきましょう 当面の大きな課題は数か月後に迫った議会ですそこで新法を成立させ新しい国策のもと我が国は再出発を果たす私たちの敵は多くまた弱くもありません各分かってるわ国相手に喧嘩ね ま、俺たち二人でならなんとかなるか。だろ <laughs> 任せるのは、ここに記されている貴族と議員の説得です。反対派に回っていますが、懐中できる可能性のある者たちです。議員 ?12 人の大臣とは違うの12人の大臣は、数いる議員の筆頭みたいなものだからね。大臣たちはそれぞれ自分の部下、議員を抱えてるんだ。 へえ外堀から埋めていこうって作戦でもこれって相当気の遠くなる話じゃ。 結構多いのね、これだけいたら門前払いをする人もいそうだわイルスとか <laughs> あそうだセブ私も手伝うわ一緒に連れて行って連れて行きたいのは山々なんだけど。 私ちゃんと役に立ってみせるわそれは心配してないじゃあ何君にひどい言葉をかけるやつがいないともからないだろああなんだそんなの初めから覚悟してるわ。 君が我慢強いのは知ってるでもえー、っとなんというか<ん>俺が怒っちゃったら止めてくれるセフが怒る だってねえ好きな子をバカにされたら誰だって腹が立つでしょう。セブ。 大丈夫よ。もしあなたが相手に殴りかかろうとしたら、私があなたの頬を叩いて止めてあげる。あ、<laughs> それなら安心か。あ、でも、お手柔らかにね。うん。 ここで待つのああ今の時間ならここが一番捕まりやすい。 次の立法議会で提出される陛下の議案に関してお話をと思いましてね <music> ええ本当です。 市が賛成に回った理由を説明させていただけますか知っています ご無礼をお許しくださいあありがとうございますお <laughs> 随分あっけなく賛成に回ってくれたわねあの議員さんは昔から親父と親しいからねだけど他の人はそううまくはいかないだろうな 縁起でもないわね期待すると後で痛い目見るだろ本日は陛下が次の立法議会に提出する議案について そう言わず話だけでも聞いてもらえませんかお久しぶりです我が国の未来についてご意見を聞かせていただきたいのですが 1> 1人人がが賛成で2人が反対。結果的に反対派の方が多いわよまだ初日なんだから焦ってもしょうがないよそれに一度でダメなら賛同してくれるまで何度でも足を運べばいい 根気がいるわね。まあ、根性だったら誰にも負けないけど。さすが、親父以上の頑固者だ。その言い方はやめて。褒められている気がしないわ。 <laughs> なになに見惚れちゃったバ 次の立法議会について話し合いたいんだそんな言い方いいんだいろんなやつがいるんだから 主義主張は違って当たり前だろう俺は自分の目で見て耳で聞いて正しいと判断したからこの立場を選んだ誰かを裏切ったつもりはないよ 市の治療薬のさらなる開発支援を行えばきっと近い将来女性不足は解消されるそれに政務補佐が提案する海外からの女性の招待が実現すれば男女比が落ち着くまでの不安も緩和されるだろうこれのどこに反対する要素があるんだ それが不満なのか。なら考えてくれ女に負担を強いる時代が続けばいつか女だけでなく法の免除を受けられない平民の不満も爆発する。 そうじゃない。 これ以上、話し合うのは無理かごめん君にも嫌な思いさせていいえむしろ。 私の方が謝らないといけないわどうして私よりセフの方が矢表に立たされてる大丈夫大丈夫だけど正直… 少し悲しいかなきちんと話し合えば友達なら分かってくれるかもって甘く考えてたから結構胸にぐっさりきたあ ありがとう。でも君のためだけじゃないから気に病まないでほしいえ私のためにって顔してるからだってそうじゃない俺が決断した時点でこれは俺のためでもあるんだでも君のそういう優しさが 俺は好きだよ<あ>でもこういう辛い時一緒に頑張ってくれる人が隣にいるのは悪くない。えというか結構楽しいもんだね。え それ、私のこともちろん、俺の奥さん <laughs> ただね、残念なことが一つあって。<ん>こう連日気を張っているとだね、疲れすぎて。 すぐに眠ってしまうわけですよ可愛い奥さんが隣で眠ってるのに手出しするどころか妄想する余裕もないそこなの俺にとっては重要な問題なんだ。 ああ君の寝顔を見てニヤニヤしたいもうこんなところで叫ばないでよあ定期報告があるからノールのところに寄っていこうかと思ってたんだけど。 この時間は寝てるかな。多分起きてると思うわ私あの人が寝ているところを見たことがないもの本当かよいよいよ人間じゃないのかと本気で疑うな <laughs> 人間よ多分ね というわけでね数人はこちら側についてくれたがまだまだ頑固者が多いよわかりました今日のところは帰って休んでくださいあんたはどうするんだ私はまだ仕事があります あのさあんたが休まないと俺たちも休みにくいんだよ私は気にしませんが俺たちが気にするの上司は部下が休みやすいようにちょっとは休むべきだぞうんではきりのいいところで終わりにします 本当かええ、一刻もかからないでしょうですから、あなたたちも休んでわかった、そうさせてもらうおーノールを休ませるために行ったんでしょう。 えああああいう人は誰かに言われないと休まないだろやけに実感こもってるわね親父も若い頃は結構無茶をして何度か家で倒れてたからさ。 だからノールも人知れず倒れたりしてるんじゃないかなと思って何 <laughs> 何でもないそういえば今ノールの方は何をしているのノールは諸外国との交渉に当たってる留守の女性を解放することに関しても ノールも本気で私との約束を果たそうとしてくれているのね俺たちも気合を入れていかないとな反対派を説得できなくて法案が否決されたらシャレにならないそうね気持ちを引き締めていきましょう私も精一杯頑張チッ <laughs> <laughs> <ん>夫婦の手はねお互いを支え温め合うためにあるんだよほんとキザよね実はこれ親父が母さんを口説いた時のセリフえほんと冗談みたいなほんと。 想像できないどんなに硬派な男でも恋をしたらバカになるんだ <laughs> なら ああ<お>ありがとうセフ。 待ってくれせめて話だけでも行こうかならうん。 あそこまで言わなくてもいいのに友達なのにひどいわあいつも悪いやつじゃないんだよこいつは俺と同じ意見だと思ってたやつが違うことを言い出したら腹も立つでしょうだから俺が悪く言われて怒ってるだけならあんまり悪く言わないでやってセフがそう言うならありがとう お礼言われると苦しくなるなんでだって私ばかりが守られてる全然役に立ててないじゃないうーん 今の自分は前の自分よりも好きなんだ誰かのために何かに必死になるっていうのもいいもんだなとか思ってるだからこの道をくれた君には本気で感謝してるいやはや本気で変わりたいと思ったら案外変われるもんだねこんなおっさんでもセフ心配は拭えた 少し少しなんだだってセフは文句一つ言わないんだもの <laughs> あなたを大変な道に引き込んだのは私なのに。 頑張ってる俺に惚れ直してくれたバカチェもっと頑張らないといけないかああ、君が口づけの一つでもしてくれたらもっとやる気になるんだけどな<お>ごめんなさい、調子に乗りすぎました いいわよ。

煩悩がどこかに行ってしまったはああせっかく口づけてもらえたのに戻ってこい俺、うん、ああもうかわいすぎるだろう。押し倒したいとかじゃなくてギューッとしたい感じっていうか、うんうん ああ待って待ってごめん今の本音はなしで いやあ、政務補佐殿に茶を入れてもらえるなんて、長生きはしてみるもんだね。ええ、本当。ぷっ、まっつ。<laughs> な、なにこれ、人間の飲み物なの？ <laughs> 立法議会まであと一週間を切りました。反対派の切り崩しは万全とは言えませんが、二人のおかげで。ああ。舌が滑られる。 まあもっとも一番多いのそうね下人がそれに関しては心配いらないでしょう彼らはオルテ大臣の動きを見ているだけですから日和美子うん親父だったら心配いらないよ今さら反対派に回る真似はしない つまり過半数は味方についたと楽観はできませんこういったくだらないものも出回っているのですからなんだよこれ次の。 そんな怪文書が出回っているなんて…重たった貴族の屋敷だけでなく、街中でもばらまかれているようです。いったい誰が…犯人の特定は難しいでしょう。稚拙ですが、効果は絶大 って卑怯なやつらならのまあよく考えれば反対派にとって目障りと思われるくらいには成果を上げられているということですよ日和見の人たちがこれで反対派に回ったりはオルテ大臣にいつも通りに演説していただければある程度は抑えられると思います法案の成立は親父にかかってるってわけか。 九種より報告がありました。わかりました。下がりなさい。 就職会で、オルテ大臣が倒れたそうです。何の冗談だ。あの殺しても死なないような健康体の親父が倒れた。ええ、そう報告を受けています。まさかそんな、嘘だろう。 時期が時期だけに心配です。馬車を出しますので、支給屋敷に戻ってください。<laughs> 親父 <laughs> 一体何があったんだ そうだ、峰さんは無事なのかそうかまあああ見えて結構強い人だからな。 それで毒の種類は具体的にはいつごろだ2週間 2> 見苦しいぞセフ。 眠ってたんじゃないのか。こんなに騒がしくては、おちおち寝てもいられ。親父に毒を持ったのは誰だ。さあな。だが、我らが動揺しては敵の思う壺だ。 こういう時こそ冷静に対処せねばならんそうは言っても議会はどうするつもりだよお前が出ればいいははい私の代理として。 お前が議会に出席しろ日和見の連中は親父の言葉を待ってるんだ俺じゃないだったら指をくわえて法案が否決さ <laughs> そんな簡単に諦めきれんだろうオヤ セフン <laughs> ナーラの方が肝が据わっているようだでも親父の代わりなんて俺には無無理じゃない大丈夫。 大丈夫。できるわ。かつての友に罵られても、馬鹿にされても、諦めなかったあなただもの。なら。反対派との議論を、いつも隣で見ていた私が保証する。あなたの言うことは、どれも整然としていて、正しく思えた。誰が相手でも、負けていなかったわ。 そうかな自信を持ってあなたならできる本当に君はそう思うええあなたは自分で思っているよりも強い人よふん 良いな。議会にはお前が出席するのだ政務補佐官には使者を出しておく親父… 行きましょう、セフ。あ,あ、えっと、全部揃ったわよね。 終わりそうああうん一応もう終わってはいるんだけどねなら寝た方がいいんじゃないあ質疑応答の内容の確認が終わってないとかそれも終わってる。 大丈夫。 まさか親父の代わりに議会に出席することになるとは思わなかったよ私もまさかノールに参考人として出席しろと言われるとは思わなかった <laughs> 俺としては心強いけどな私も旦那様のかっこいい勇姿が見られて嬉しいわ。 いじめだろう。なんで断言してもいい。かっこいいだなんて絶対に言ってもらえない。声は震えるだろうし、手はガクガクして書類すらまともに持てないかも。最高にかっこいいじゃない。すまして偉そうに喋ってる人間よりもよほど好き。 今の言葉だけで議員全員に勝てそうな気がしてきた親父はすごいな議会のたびにこんなことをやっていたんだから一つの議案だけでもこんなに大変なのに大臣が聞いたら泣いて喜びそうなセリフねだろう だから言わないカッコ悪いこと言ってもいいかい <laughs> どうぞ明日には決まるんだよなこれまでのことが報われるのか、失敗するのか 全てが俺の手に委ねられているのかと思うと正直逃げ出したくなるって言ったら呆れるよなそれが普通の感覚よ平気何にも感じてないっていう人の方が怪しいわ怒らないんだ何怒られたかったの尻を叩かれる準備は万端さ のはねここぞというときじゃないと意味がないのなるほどすでに俺を操縦する術を覚えたってわけか逆よ逆そうあなたの行動に対して私が何を言うかどうやって励ますのかあなたはもう知っている気がする あなた、意外と鋭い人だもの。つまりは、操縦されているのは私の方。おいおい、まるでどこかの賢い男みたいじゃないか。俺はもっと馬鹿だよ。とぼけても無駄。これだけ毎日一緒にいれば分かっちゃうんだから。 それ、好きだねうん口づけの時はチクチクしそうだけどねえうん 明日の結果がダメだったら、君は俺を嫌いになるのかな。このひげ全部素手で抜いちゃうわよ。<laughs> それはちょっと痛いかも。<laughs> <laughs> 嫌いになるわけないでしょ。もしダメだったとしても、頑張った事実は変わらないわ。もう一度歩き出すと必ず力になってくれる。 だけど、今までのことが無駄になるその時はその時よ法案が成立するまで諦めるつもりはないわまた一緒に頑張ればいいじゃないまた一緒にそう一緒に頑張りましょう俺といてくれるのか あっ <laughs> この質問は君にとってはまだ早い。 手だけでも俺は幸せなんだけどね <laughs> そういう顔すると襲われるぞ。 誰に。《君のことが好きで好きでたまらなくて年がいもなく触りたくなっちゃうおっさんに》 ずるい何が かん,んでたら血が出るよセフがそういうことするから噛んじゃうのよ。 じゃあ、噛まないように塞いでおかないとな嫌だった そういういいのの聞くのずるいおっさんはいつだって不安なんだ俺れ込んだ子に嫌われたら想像簡単には立ち直れないからねだから教えてほしいんだもっと深く。 口づけてもいいダメって言ったら違う女の人のところに行っちゃうたとえ100年以上お預けの状態にされても君以外のところには行かないよ》《嘘つき》《結構本気で》 本気で君が好きだからあ,あセーフだからいつまでだって待つよ ならバカいいからえもっと深く口づけてもいいか やめとくな,なんでそれやったらハ止ドメ効かなくなりそうだから でも私セフに触りたいのいいのそれ以上聞いたら頭突きする <laughs> ごめんじゃあ少しずつするから嫌になったら言ってうん セフああ、起きたんだ。おはよう。おはよう。セフはいつから起きてたの うん、実はあんまり眠ってないえもしかして私の寝言がうるさかったとか <laughs> 違う違う今日のことを考えるとどうしても緊張しちゃってねセフそれに昨晩の君の様子が頭をかすめちゃって思い出すたびにニヤニヤしてバカ <laughs> 俺はこれから気分転換も兼ねて散歩に行ってくるよ。 もしよかったら君もどうかな行きたいけどいいの一人になりたいとかだ君と過ごす時間が俺に力をくれるんだだから気を使っているわけじゃなくてこれは俺からのお願いということで一緒に行ってくれる <laughs> 気持ちいいね。 それ、好きだね。うん、好き。俺が理性のあるおっさんでよかったね。うんどういう意味他の奴が相手なら、そんな可愛い仕草をしたら襲われてるよ。そんなことないわよ。 まったくもうんお忘れ物でもしたの うんえっとここ覚えてないここうんあわかった。 分かった前にこの場所で頬に口づけてもらったよねだからってなんでこの体勢なのここが外だって分かってるわよね ことなら妙な気にはならないと思ったんだけどやっぱりダメだね。ああ 今日は最善を尽くすよ。君との未来のためにたとえダメでも成立するまで何度だってやる最初から次の心配そうじゃないよ失敗しても絶対に諦めないっていう宣言絶対成功させるとかかっこよく言えないところが辛いところだけどね 十分かっこいいわどうしよう。 シェフ君が可愛すぎて直視できないあバカどうしたらいいこのままだと君を見るたびに口づけたくなる <laughs> うんそれはもう仕方ないから。 みんなに見せつけるしかないかもねセイム補佐に殺されそうだノールは私になんて興味ないわよ分かってないのは君だけまこうなった以上もう誰にも渡さないけどね そうしてくれると嬉しいわ二人でならきっと目指す未来にたどり着ける気がする 晴れの日は月の魂からも下界がよく見えるそうだよあなたが伝承を口にするのは珍しいわね。 精霊頼みだって、呆れたどうして月にいるあなたのお母様に見守っていてほしいと願ったんでしょ <laughs> 君には何でもお見通しだなだって 今のあなたからは逃げを望むような弱さは感じないから俺はきっといつまでたっても弱いよほら それでも、今のあなたは戦うことをやめない。こんな弱い俺を信じてもいいのあなたを信じるといえば、命運をあなた一人に背負わせてしまう気がするから言わない。でも私は、弱さを抱えながらも、誰かのために戦えるあなたの強さを知ってる。<laughs> 最高の殺し文句だな。 叩かれる準備は万端なんでしょああもちろんだ行こうかならって繋がないんだそれこそ信じてるから 夫婦はね心で手をつなぐものなんだよだからどんな絶望に沈んでももう一人が引っ張り上げることができるんだと親父並みに臭いセリフを言ってみる <laughs> 臭いけど真理だわ。 そうだな、この道は今や俺の道でもあるたとえ彼女がいなくなっても諦めはしないだろうんそう思った時点で可能性はあるだろう あとは俺の嫁さんみたいにべっぴんで優しくておまけに強くて賢い女を探せよ色ボケになるのも悪くないぜ。 私の夫は、そんな弱い人間じゃない。 では、今回の法案の内容とその意義について欠席されたオルテ大臣の代理であるセフ殿よりご説明していただく皆様にも譲れない思いや それぞれの立場があるでしょう。ですが今は、我がナスラを苦しめているものが何なのか、よく考えてほしいのです。 以上が王の御心、そしてそれに沿うと決めた我が一族からの趣旨説明です。 現在女性には住居や職業など我が国で生きていく上での自由を完全には保障され女性を受け入れるのならば真に国民として扱うべきでしょう確かに今の政策を続ければ数年はナスラにとっての良い状態が続くかもしれないですが10年後20年後がどうなっているかと問われた時私は「いな」と断言します 我が国の豊富な資源も無人蔵ではありません。女を奪うための戦、それによる疲弊が積み重なれば、遠からず破綻するでしょう。 真の自由を認めるには帰国に関しても制限すべきではないと思います。 その時は我が国の政策が間違っていたことの証明になりましょう間違いはいつか正さねばなりません我が国が非を認めることで国のメンツは保てますどういう意味でしょう 確かに彼女はノール殿の妻でしたがそれが何か 彼女は離縁された後に私と結婚したのです。発言の訂正をお願いしたい。 まず私が彼女を離縁したのは今おっしゃられたようなあばずれたからではありませんこの件に関してはセフ殿に説明を譲りますが私からは不死の治療薬の研究結果についてご報告をさせていただきます実はつい先日の臨床試験により とある薬が劇的な効果を示すすことがが判明しましまた不のの薬が完成に近づいていてるのですそうなれば我が国は不死の医療先進国となりむしろ他国の方から女性が来る可能性も考えられますつまり近い将来では強制することなくナスラ人と他国の女性が恋に落ち 女性自らの意思でとどまろうと思ってくれる可能性が十分にあるということですならこちらへ。 あなたは幼い頃目の前で母親を連れ去られたそうですねはいその時あなたは連れ去った兵士をナスラーをどう思いましたかあの時のことを思い出すと今も胸が引き裂かれるように痛みます 当然でしょうねそしてあなた自身も連れ去られたはい親族と引き裂かれ未来を閉ざされ見知らぬ地に連れてこられたはいそして3人組の罰則で友人が傷つけられるのを止めるため。 結婚を選びましたその後利縁を言い渡されましたそのようなナスラーをどう思いますか国を維持するためとはいえ歪んでいると思います国とは人によって成り立つものではないでしょうか 女性を連れ去りおかし子を宿らせるこのような理不尽な制度では衰退はあっても繁栄などありはしません静粛に話はまだ終わではあなたはナスナスラに住んでいる人 すべてが嫌いなわけではありません。心優しく私を助け支えてくれる人もいますそれでは故郷に戻る機会が与えられたらあなたは留守に帰りますか この国に残りますか 私は私は残りたいと思います以上です だから、なんで親父が決めるんだよ。親父に決める権利はないだろ。う。 朝の戦争はおしまいまったく親父はしつこくて困るよ君も笑ってる場合じゃないだろあバレたあのね 本当は君が一番主張すべき場面なんだよどうしてどうしてって一番に子供の命名権を持っているのは母親だろう。 いい名前だったら何でもいいんじゃないひどい。中の子供が聞いたら泣くよ。投げやりなわけじゃないわよ。ただ、そうまでして名付けたい人がいるのなら、その人につけてもらうのもいいんじゃないかなと。きっと、その人にすっごく愛されるわよ。それは、そうかもしれないけどさ。 むしろ何であなたがそこまで反発してるのかわからないあるよ大地とか世界とかそういう意味を持つ名前がいいと思ってる壮大すぎじゃないじゃあ君はどんな名前がいいと思うのさ私うーん元気とか健康とかそういう感じのかしら 真面目に考えてる大真面目よ五体満足で健やかに成長してくれるだけで私は嬉しいあなたの子なら言わなくても優しい子になってくれそうだしね <laughs> ひどいなそういう殺し文句を言われたらもう何も言えない またそっちゃったのその方が男前だろうんでもそのせいで他の女の目も集まっちゃうからそらない方がよかったかも <laughs> こんなおっさんに惚れてくれるのは君だけだよ そういう自覚のないことを言ってるとせねて里に帰っちゃうわよそれは困るけど本当によかった何が本当は君もシャルさんと一緒に帰りたかったんじゃない帰りたいって言ったら。 返すの多分ね号泣してのたうち回ってでも最後には君の望みを叶えようと努力すると思うたまには男らしく絶対に話さないくらい言ってくれればいいのに俺はそういう決めゼリフを言えるほど若くもないしかっこいい男じゃないからさだからね よぼよぼになった俺が息を引き取る時に「はああこの人を愛せてよかった」と君に言ってもらえるように頑張るつもりそこまで一緒にいたら言わなくても絶対になるんじゃないかなって思うんだけどどうかな <laughs> ひどいわね そんな壮大な殺し文句を言われねえセフうん私があなたをとても愛しているって知ってた 驚いたな。それじゃあ今夜じっくりと確かめないと愛してる。 市の教育が去って数年、新法も施行され、女性の招致が増え、出生率も上がってきています。今こそ、子供たちの明るい未来のために立ち上がる時です。国民一丸となり、みんなで難局を乗り越えていきましょう。以上です。ご清聴ありがとうございました。 気づくわけな…ならん<お>ならおい <laughs> やっぱり君だった遠目だったけどそうかなーって思ってたんだ本当に気づいてたんだなあ途中からね <laughs> んどうしたのぼーっとして大丈夫 大丈夫よ。まさかこの人混みの中で見つけてもらえるとは思ってなかったから驚いちゃっただけ。うん 疲れたな何してるのセフこの後も会議があって疲れそうだからこうして気力を回復させてるあ これしょうがななくて、いけない夫だろ成長したなんて思っているとしたら大間違いだよ今も昔も俺は君に冷たくされると簡単にへこんじゃうやわな男なんだから <laughs> そうねいけない人。 残念だけど今はここまで俺は一旦城に戻るから君は気をつけて帰ってねええ頑張って帰った時に君が何かご褒美をくれるなら頑張ろうかな例えばどんなうーん「よくできました」って。 る、とか <laughs> そんなものでいいの分かってないな 君に骨抜きになっているおっさんとしてはそんなものじゃないんだよただいまー おかえりなさい疲れた今日は大勢の前で話したから疲労困ぱだよ <laughs> お疲れ様見に来てくれてありがとうんするはお父様と庭で遊んでる タグ鼻の下を伸ばしちゃって頑固じじいも孫の前では型なしだなあなたもあの子の前では目尻が下がりっぱなしじゃないそれに関して否定はしないけどでも昔も今も俺の一番大事な人は君だよ 今日も政務補佐は来なかった。ハハハ、唐突にどうしたの？来たの、来なかったの。来ないわよ。未だに警戒しているのはあなただけ。君はあの男の本当の恐ろしさを知らないんだ。 この間会っときあいつなんて言ったと思うそう「私がおかししている妻は元気にしていますか?」とか言いやがったんだぜはあ、今思いまいだしても腹が立つ。 貸し出されているつもりはないけど俺も借りてるつもりはない君は俺だけの妻だからね <laughs> そうねでもどうして今更そんなことを言ったのかしら今更じゃないよノールは昔から結構君に執着してたと思う執着してる人間はあんな風に手放さないわよ 聞くところによると陛下はノールの教え子らしいへえー、そうだったののんきに言ってないで思い出してみなよあの時ノールは陛下の理想を実現させるために何が何でも親父を説得する必要があった多分同じくらい執着している対象をはかりにかけた時にあの時点では陛下が君に勝ったというだけの話で もう少し君がノールの心に食い込んでいたら危なかったんじゃないかと思う危ないって何がつまり君はノールに愛されていたんじゃないかとだとしても今の私の夫はあなただし愛してるのもあなただけノールが過去にどう思っていたかなんて興味ないわ本当に本当に。本当に <laughs> 落ち着くうんどうせ私はもう子供も産んだし女としての魅力に欠けますようだ <laughs> 何言ってんだか 負けないん何他の女になんか渡せないんだからえどぉっ びっくりした <laughs> こんな私は嫌 <laughs> まさか大歓迎。 だしてんの。そうよ。俺の演説見て、俺直しちゃった。ええ、悔しいくらいにね。 嗯。<laughs> セセ知ってるよ、どこにも行かない。 好き…セフセフが大好きなの。 セフこれ以上おっさんを骨抜きにしてどうするの君の可愛さで殺されるかと思ったか可わいくなんてないわよもういい年だしかわいいよ俺の奥さんは世界で一番誰よりもかわいい <laughs> <laughs> 今日は積極的だな。 そうよ。今日は私が頑張る日なのあったったったいい男が台無しだよどうせならセフがかっこよくなかったらよかったのに。 積極的な君もいいな、うん最後はあなたのいいようにされちゃったのが不満だわ <laughs> ご希望ならもう一回。 ダメなんでだって今日は私が頑張って惚れ直してもらおうと思ったのに <laughs> 頑張らなくても毎日惚れ直してるよ頑張らせてよそうじゃないと不安になる 俺からしたら君の方が心配なんだけどねえどこがだって君は俺よりもだいぶ年下だろおっさんはいつ飽きられるかと思って日々心配なわけだから俺は君以上にいろいろと頑張らないといけないんだよというわけで努力は怠らないようにしたいんだそれで今以上にモテないでね かっこいい人には年齢なんて関係ないんだからいやいや関係あるよ何せ17歳も離れてるからねは <laughs> 多分というか間違いなく俺は君よりも先に死ぬんだろうなそうかもね その時は「ああこの人を愛せてよかった」と言って送り出してあげるから先に月で待っていてよ <laughs> その時まで一緒にいてもらえるように頑張るでも寂しいからなるべく長生きしてね俺が死んだら泣いちゃうバカ。 よくできました愛してる。